ばんは。やっほー。お疲れ様です。ハートありがとうございます。やっほー。寒いね、寒い、本当に寒い。もうストーブの前から動けない。ストーブの前から動けません私。本当に寒い、寒いよ、寒すぎる。本当に今日はもう一日、朝配信した時からさ、なんか今日は宇宙戦争が起きそうだねって話してたのに、一日中宇宙戦争起きそうだったもん。起きなかったけど。でも本当に朝から話してたじゃん、宇宙戦争が起きそうな天気だって。もうずっとそれが一日中でしたね。昼もそうだったし。こんばんは。宇宙人は来たの？来てない。来てないけど、ずっと外で歩いてたじゃん、ゴロ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 って。宇宙人が一歩歩くたびにゴロ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 鳴ってたじゃないですか今日。だから宇宙人外歩いてた。すごい、一回めっちゃひなの家の近くに一歩歩いた時があって、すごいエル君が震えてた。そう、一時期めっちゃひなの家の近くに近づいてきたんですよ、宇宙人が。でそれで一回だけめっちゃもう多分家の隣ぐらいに片足ついた時があって。そう、すごい音だった。すごい音でした。なんかニキビ、これなんかできちゃう、ね、なんかできそう。エル君一日大変だったね。そう、もうエル君ねやばかった。今日一日ひなの体に、そう、やっぱエル君やっぱさ怖いからさ、こう人のところに来るのよ。それですごい体をくっつけてさ震えてくるわけですよ。だから私にもさ震えの振動がねすごい伝わってきて、もう今日ずっとエル君の振動が体に伝わりながら一日過ごしてました。もう一日中震えてたから、もうヒナの体も一日中一緒に震えてた。エル君の振動がねすごい伝わって。すごかったね、本当に今日。
明日もこんな天気なんだろうかね。もうずっとこんな天気が続くのかな今週は。こんばんは。でも結構今は遠ざかってます。雷今はね遠くから音聞こえるけど結構今遠いところ歩いてるっぽいです。今のところ。また夜近づいてくるかもしれないけど。ハートありがとうございます。こんばんは。今こっちが雷になってる。あ、ほんと本当に。じゃあ今こちらから移動したんじゃないでしょうか宇宙人が宇宙人が宇宙人って言ってもあれですよ、あのその素肌のままの宇宙人じゃなくて、あの宇宙戦争に出てくるあのロボットみたいなやつですからね。そうそう、中に宇宙人が、てか宇宙船か、宇宙人っていうか宇宙船っていうの、宇宙人が乗ってる乗り物宇宙戦争見たことある方だったらひなの言いたいことわかると思う宇宙戦争見たことある方はきっと私が今言いたいことがわかるはずですそのあのわかる、宇宙人そのままのやつの話をしてるんじゃなくて、宇宙人が乗ってるあのロボット的なさ、あのでっかい乗り物みたいなやつ、そう、宇宙戦争見たことある方は絶対わかるそう、宇宙戦争見たくなってきた久しぶりに。みんなほんと宇宙戦争大好きなんだよね、ちっちゃい頃から。何回見ても面白い。そうそう、この宇宙戦争のこのロボットみたいな形のやつ、ロボットみたいな形のやつがガシャンガシャンって歩くたびにこのゴロゴロゴロってなってるんです。それでさ、ひな、待って、見たくなってきた、ちょっと。なんかさ、なんか足細いやつわかる？足細いやつこれわあ、見たい、見たくなってきた宇宙戦争そう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 この足細いやつねそれでなんかビーム出してさ、ビーム出して人をや、人を人をさ襲っていくやつ、うん、このタコさんみたいなあ、タコのギフトありがとうございます。そうそう、トム・クルーズさんのやつです。そうそう
宇宙人から隠れてるシーンが好き。ねえ、めっちゃひなもそこ好きなんだよね。あのさ、宇宙人から隠れてるシーンの宇宙人から隠れてるシーンで、なんかトム・クルーズさんのあの役柄をしてる主人公の主人公の子供が女の子なんですけど、その女の子がなんか隠れてたんだけど、隠れてて、で宇宙人がこうカメラみたいなものでこう部屋の中をこう探ってる時に隠れてたのね、物陰に。でもその子供がその隠してた足を出しちゃったんですよ。そう、靴がピュッて出ちゃったので、それでそのこのカメラみたいな宇宙人の人にこうピッて見たら、その靴を脱いで逃げているっていう、そのシーンがもう大好きなんです。ちょっとひなの伝え方今絶対下手くそだったそう、子供の女の子が隠れてたんだけど、こう、足が出ちゃったのよ、靴がね、隠れてるとこから。で宇宙人にバレたんだけど、靴を脱いで逃げているっていうシーン大好き。わ、なんだこのギフト、蜂、何のお祝い、何の蜂、今日なんか8年目のなんかがあるんですかなんだろう、嬉しい、ありがとうございます。何のギフトだろう。ありがとうございます。ああ、そうなんだ。ショールームが8周年なんですね。わ、すごい。おめでとうございます。嬉しいギフトありがとうございます。どうしたの君、ニーヤン来たんだけどニーヤン悪い子するからさ、入れてもさすぐ帰ってもらわんばニーヤンおいで、ニーヤン座ってすぐ、ほら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 、もう今悪い子始めてますエルモじゃない、ニコ、ニコちゃん、ニコちゃん、ニコ、おいで、おいで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 、ニヤおいで、ねえ悪い子しないで、ねえ、ニヤ。ねえにーやん、何してんの、ねえなになに、ゆうちゃんとさらちゃんコラボ配信でやしちゃんの話題出してて、え、なに、やった、嬉しいやったね、何話してくれてたんだろう、うんうん、焼肉のタレありがとうございます、にーやん、にーやん、なんかしてる、怖い、もうにーやんの匂いがするね、ニーヤンの匂い大好きなんだよね、ニーヤンの匂いがすごく好き、うんうん、こんばんは、ニ
ヤとエル君違う匂いなの。うん、違う匂いです。ニーヤの匂いもエル君も匂いも違う匂いだけど、どっちも好きで落ち着くどっちも好き。ニーヤの匂いがするねえニーヤなんかしてるでしょ。ねえ本当にやめて、そういうのダメだよ。ねえにーやんにーやんふんがふんがしてるふんがふんがしてますねえニーヤって夜はいつも一人で寝てるのか。そうだね、ニーヤ夜はいつも一人で寝てます。ニーヤ一人大好きだから。ニーヤ一人大好きだから。一人で寝てます、ニーヤはいつも。ねえ、おいで。うんうん。ニーヤ。ねえ。終わった？ねえ帰ってくの？それだけやってさよなら帰ってったわ、何も挨拶せずに帰ってったあードアが閉まらない。よいしょ悪さだけして帰っていきました。かわいいにやん。かわいいでしょにやん。何も映ってくれないけど。何も映ってくれないけど。かわいいんですよ。かわいいにやん。かわいい。にやんが一番かわいい。ニアンが一番可愛いです。何か食べ物でも探してたんかな。そうだよ、ニアンなんてもう日々食べ物は探して生きているんです。ニアンの生きている理由は食べ物食べ物を探すためのだから、本当にそれ以外で動く理由ないよニーヤに本当にニーヤは寝るか食べるか食べ物を探すか、その3段階の生き方です3段階の生き方。ニーヤン食べて寝るのが楽しみなの。そうそうそう、ニーヤンはもう食べることと寝ることと食べ物を探し回って食べ物のを奪い取ること大好き。みっちゃんのおすすめとは違うけど、おしゃべり会名前呼び捨ての日申し込みしました。お、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。嬉しいテラヒナの配信でヤヒのこと褒めてたよ。え、なにテラヒナ、本当に嬉しい。
嬉しい。何のお話してくれてたんだろう。飼い主と一緒やん。え、誰？飼い主？誰だろう。誰だろうな。誰だろうな。わかんない。ニーアンの好きな遊びとかないの？あ、たわしみたいなものをカシカシすること。たわしみたいなものを噛むのがすごい大好きなんですよ、ニーアンって。あ、髪の毛とかこういう素材のものがすごい好きで、あとマジックテープとか。謎でしょ。なんかちょっとこう、なんだろうな、カシカシ系の、カシカシ系のものが大好き。楽屋でメンバーに楽しそうに話しかけてくれるって。うえ、寺ひながそんなこと言ってたの？やだ、恥ずかしい。まあまあまあね、楽屋はすごい私結構ずっと喋ってますね。いろんなメンバーに話しかけて。恥ずかしい。いろんなメンバーにだるがらみしてますから、私。いろんなメンバーにだるがらみしてますから。嬉しい。テラヒナにもめっちゃ話しかける。エヒは同期なら誰とでも仲イメージあるの。あ、本当？嬉しい。でもヒナも本当に同期は、なんか同期は本当になんか誰とでも話せる。なんか結構、まあちっちゃいもんっていうあれ結構あるじゃないですか。ちっちゃいもんっていうので結構ちっちゃいもんといることが多いけれど、その意外とあの大人めの遊びに私も行ったりするもん。なんか大人メンバーでなんかピザ食べパーティーみたいなしたとこに、ちっちゃいもんからひなだけ一人入り込んで遊びに行った時とか、結構なんかちっちゃいもんとも結構いるけど、大人めのところにも結構私入っていってる気がする。ほんと誰とでもって感じです、私。同期なら。すごい、もう結構、うん、同期は本当にちっちゃいもんといることも多いけど、大人弁のグループの遊びに私もいたりすることもある。そう、ありますね。カラオケ歌わないそうだけど、え、歌いますよ、カラオケ。歌いよ、めっちゃ。この間もなんか誰だったかな、誰かとカラオケ行って、なんかみんな歌わなかったからめっちゃふざけて歌いました。そう。最近土間との絡み少なくなったのが残念。あー、でも確かにファンの方の前ではあんま絡めてないね、やっぱり公演とかもないから。でも全然プライベートでは、この間もお泊まりしましたし、プライベートは全然変わらずです。そう、そうなんですよ。そうね、ファンの方の前であんまり、やっぱ公演が、やっぱ今ユニット公演だから一緒に公演に出てるメンバー
同士の絡みしかあんまりね今はないから、そうファンの方の前ではあんまり披露できて、披露って何の披露だよ、その私たちの関係性をあんまり絡みを見れてないかもしれないですね。でもプライベートでは結構そうですね、うん、こんばんは。はじめは鏡の前で体育座りしてた。いやほんとそうなんですよね。なんかこの間のマナの生誕祭でもさ、なんかマナから見たこう私をこう話してくれましたけどそう本当に初期はもう誰よりも人見知りで、いや今も誰よりも人見知りなんだけど、本当にもうずっと体育座りしてもう動かなかった。なんか初期のもう全然誰とも仲良くなってない頃に、なんかだるまさんが転んだをやったんですよでも本当になんかもう誰ともまだ仲良くなってないから、もうずっと端でほぼ動かず端にいたみたいなそう、うん、そうなんです。そう端にいました。ずっと動かなかったおもろいわ、思うと今思うとおもろいいね。いやよくぞここまで自分の本性を本性を出せるようになったなと思います。まあでも一回もう仲良くなったらもう一瞬で本性出まくっちゃうから、ね、もうこんな人だと思わなかっただろうな最初は。メンバーみんな絶対この子話さないやつやんって絶対思われたと思う話さないおとなしい女の子だったから初期の私は初期の私はねうん一番最初に声をかけたのは誰かな。わかんない。わかんない。どうなんだろう。でも本当に自分からはマジで声かけられなかった誰にも。もうありがとうみんなのおかげでひなは今ここまで本性が出せるようになる。もうみんな本当にありがとう。もう本当に。もういろんなメンバーがお話しかけてくれてさ、最初はきっとなんこやつもおとなしくて面白くないやつだなってきっと絶対思われてたから、きっと話したくもなかっただろうにさ、話しかけてくれてさ、みんな優しく、それで私は今もうここまで本性を出すことができましたうんうん、一番変わったってマナちゃんの生誕祭で言ってたね。そうだね、マナが一番変わったって言ってくれてましたね。言ってくれてましたねいや自分でもそれは思う。だってもう
体育座りしてもずっと下うつむいて話しかけれてもぐらいしか言えなかった私ですよそうだよ、もうなんか初期の猫かぶりがすごかったんよ猫かぶりというか別に猫をかぶりたくてかぶってるわけでもなく、人見知りだから本性が出せなかったっていうだけなんですけど、いろんなメンバーが楽屋のピーちゃんをショールームでまだ出せてないって言って、あ、そう？ひな結構でもショールームは本当にもう何の緊張もなく普通に話せてる。やっぱ1年間やってきたら本性も出たなって今は思ってます。まあそれが全てではないけれども、もちろん楽屋でよくやってる変顔とか変な動きとかそういう惹かれるようなことはやらないようにしてますけど、でも本当にショールームで猫かぶったりするのはマジでなくなったそう、もう初期のショールームやばかった。こんにちは、かわいい、本当ですか、ありがとうございます、じゃないわ、もっと低かったわ声違った、こんにちは、こんにちは、こんばんは、こんばんは、え、かわいい、あ、ありがとうございます、え、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、ゆうちゃんとはすゆきから仲良かった印象、あ、そうですね、ありがとうございますなんかコメントされてもそうですとか、はい、いいえとありがとうしか言えなかった印象です。今だったらこうなんかコメントしていただいて、そこからそういえばあれがあれであれでがあれだったんだよって今だったらそういう話を広げられるようになったけど、当時はコメントを読んで、それにその例えば質問系のコメントだったらはい、いいえ、ありがとうみたいなバカだなバカだな、同期はさん付けで呼んでたんだよね。そう、もう全員年下メンバーも全員さん付けで呼んでました、みんなさん付けそう、なんかそう、しかもなんかこうレッスンの合間とかにお水を飲むじゃないですか、それペットボトルがあって、なんか私もう部活してた時からもう全て先輩、自分の上の方には全てそういうのをやるっていうもう癖がついてて、全ての方に同期なんですけど、全ての方にお水いりますか、何々さんお水いりますか、何々さんお水いりますかって謎になんか一人だけ後輩かのような接し方をしてたのめっちゃ覚えてるでもそれも もうちょい人見知りな感じで、何々さん水いりますかみたいな本当にもうすごい全員が先輩って感じでした。年下の子も同期なはずなんだけどねなんか司会とか初めて会った時は人見知りだった。そうだね、初期はね、今はもう全く変わったけど、初期はもう本当に握手会でやっぱ初めましての方とかが来る、初めましての方とかもう本当に、あ、こんにちは、初めまして、ありがとうございます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 、みたいな、もう今だったら結構もうグイグイと自分から行けるようになったけど、初期は本当にやばかった。だから本当にその時に比べたらもう今本当に話せるようになったなって思う。うん
当に申し訳ない。だからひなさん、これずっと思ってるんだけど、初期に握手会来てくださった方に本当に申し訳ない。せっかく来ていただいたのに、なんかさ、もう人見知りすぎて、もうなんかどんな顔でどんなことしてたの。もうしかもなんかへったくそなメイクをさ、なんか適当にさ顔に塗ったくってさ、なんかもう本当にごめんなさいね本当にごめんなさいねそうほんとにごめんなさいもう心の底から申し訳ない初めて握手した時、苦笑いっぽくておどおどした思い。あ、そう、私ね、自分の笑顔が大っ嫌いだから、だから多分苦笑いっぽく見えてたんだ。私的には笑ってるつもりでも、多分皆さんから見たら超絶苦笑いだったんだと思います。こっちは本当に、こっちはじゃないな、こっちはでも本当になんかすごい人見知りではあったけど、握手会すごい初期から好きだったんですよ。だから結構こっちはリアルに楽しんでいたつもりなんですけど、多分顔はとっても苦笑いになっていたと思います。本当に私笑顔がとっても下手くそなので、ファンの方からしたらすごい楽しくなさそうな顔してたかもしれない、苦笑いだったから。でもそれが私の笑顔だったんです、初期は。下手くそな、本当に笑顔が下手くそでもう辛かった。自分の笑顔大っ嫌いだから、しかもだから大っ嫌いだからこそ笑顔をできるだけ作らないようにしてたの。笑いそうになってもこうやって、もう口をあんまり開けないようにしてた、初期の頃は自分の笑顔見られたら嫌われると思ってそう、笑顔が嫌いでした本当にうん、人見知りなんだろうけど謙虚なんだろうなって思った、本当にありがとう、ごめんね。本当に人見知りで、初期の頃キョロキョロしてたの可愛かった、本当に申し訳ないです、マジで。ありがとう、嬉しいって言われました。でもういういだよね、ういういしかった、嬉しい。本当ですか。初日16人全員行ったけど釣られたのは日向だけ、マジで言ってる。ありがとうございます、ありがとうございます。マジ、そんなことある、そんなことある、嬉しい どこから変わったんだろう。なんかでも最近また笑顔変わったなってママにも言われました。なんか本当にひな、本当にどうしても自分の笑顔が大嫌いで、今でも自分の笑顔が本当に嫌いすぎて、なんか DMM とか見てても自分の笑顔がブサイクすぎて泣けてくるんですよ。だから本当にもう、まあ、やっぱり可愛いって思われたいから笑顔の練習をしてる、まあまあ笑顔の練習をしてっていうか、どういう笑顔が一番可愛く見えるのかをね、結構やってるんですね。そしたらママに、最近笑顔変わったねって言われました。嬉しい笑顔良くなったじゃんってこの間ママに褒められました。ひなの笑顔が本当にブサイクでずっと悩んでてねでもママにちょっと褒められて嬉しかったです。うんうん、こんばんは。ひな笑顔笑ってる感じして好き。本当にもうひな大嫌い褒めてもらってんのに
大嫌いなんて言って申し訳ない、ごめんなさい。そうですよね、そんなこと言っちゃダメですよね、分かってるけど、本当にとにかく自分の笑顔が嫌いすぎてもう泣けてくるんです。誰か私に可愛い笑顔をセットして。いいな、笑顔が可愛い子って釣られるよね。ひなの笑顔に、ひなの笑顔で目合ってもなんだなんだこれって思うだけじゃないですか。いいな、笑顔で目合ったら確実に、もう確実に釣られるぐらいの可愛い女の子になりたい。本当に言ってる？みんなこの笑顔だよ、見たことある？公園で。いつも公園の前にさ、鏡の前で歯出してさ、笑ってさ、笑ってるとさ、なんかたまたま衣装さんが後ろから出てくることが多くてめっちゃ恥ずかしい。自分鏡に対していつも歯を出して笑ってさ、それでよく衣装さんに見られるんですよ。めっちゃ恥ずかしい、何とも言えない、すいませんって。あ、すいませんって。笑顔かわいい女の子になりたい、もうそれだけ。なんかひなのあのネットの調べてる欄、みんなに履歴見てほしい。ひながネットでよく調べてること、笑顔の可愛い作り方だから。もうひなが NGT に入ってからのネットでの調べてるもの履歴、みんなにマジで見てほしいぐらい笑顔についてめっちゃ調べてる。YouTube でもめっちゃ調べてる、 YouTube の履歴も結構笑顔入ってる。もう本当に心の底から昔から笑顔に対して調べてるんだけど、なかなか解決策は見つからない。もう生まれ持ったものじゃないですか。だからこうして笑うといいですよっていうのをこう見てやってみても、やっぱり生まれ育ったものだから変えることはできないんですよ。そうだからね。だるまありがとうございます。そんなにコンプレックスなんか、うん、結構リアルにコンプレックス。結構リアルにコンプレックスなんですよね、笑い顔が。そう、笑い顔コンプレックスなアイドルいる？笑い顔コンプレックスなアイドルいないですよね、なかなか。だってアイドルといえば笑顔じゃん。でもまあ少しずつはそのカメラの前で歯出して笑えるようにも本当に最近少しずつなってきたんですけどね、初期に比べると。もう初期は本当にもうどうしても歯が出したくなくて、生写真撮影の時とか歯出して笑ってくださいって言われるの、ひながあまりにも出さなすぎて。で一回だけ出してすぐ閉じる。一回だけ出すんだけどすぐ閉じるんですよ。そうするとまた言われるの、歯出して笑ってって。でまた一回だけ出してすぐ閉じる。っていうのを初期ずっとやってました。そうで、歯を出して笑った時の写真が選ばれた時は絶対意地悪じゃんと思って、そう
意地悪だと思ってひどいと思ってた。ずっとひなが変な顔して笑ってる生写真が選ばれた時に、これ絶対さブサイクだって分かってるのに選んでるじゃんって思ってた。そうひどいよってずっと思ってました。そうでも本当に少しずつね、本当に少しずつ最近は生写真の時も歯を出して笑えるようになったし、自撮りはあんま出さないな。でもたどりとか、たどりは最近は少しずつ歯を出せるようになりました。まあ出さない方がいいけど出さない方がいいけど、やっぱいろんな表情を見せられたら一番いいじゃないですか。だから最近は少しずつね歯を出せるようになってきました。うんうん、そう。ビスさんの撮影でも言われたのか。言われないよ。だってビスさんの世界観的にむしろ笑わないタイプじゃないですか。だから逆に言われました。なんか笑うっていうよりは口閉じめでって言われたから、おっこれはもう私の出番だなって思いました。そう、もう笑わないなんて私が一番得意なんだからと思ってそう、ビスさんの世界観的に満面の笑みでアイドルらしく笑うっていう世界観ではもうまずないじゃないですか。だからそう、むしろそのあんまりこうアイドルらしく笑う感じはじゃないのでって言われたから、得意ですと思って笑わないのは得意ですと思います。そうそうです。こんばんは。いつもは見れないモデル感が良かったよ。本当に？やったやったね、嬉しい。そうそうそう、モデルってね、あんま笑わないじゃないですか。そう、モデル感を出しながら頑張りました。なんかポージングもやっぱりそのアイドルらしくこういうのは絶対ないじゃないですか、まず。そうだから頑張りました頑張りましたね。おげこからマイナスイオン出てた。うそー、本当に？やったやった、嬉しい。なんかおでこちょっとだけ褒めてもらえて嬉しいです。ビスのメイクいい感じでよかった。本当？そう、もう本当にね、もう昨日も言ったけど、このアイラインとかがなかったからもう怖かったです。大丈夫かな、これ漏れるかなと思って。そう、ひな本当にもう自分のメイクの中で何が一番大事ですかって聞かれたら、リップとアイラインかなって思うんですよ。そう、あとはちょっとこう目尻に軽く黒いシャドウを入れることによって、こうちょっと垂れ目効果みたいになるから、リップ、アイライン、この目尻のシャドウが個人的にはすごい大事。これさえ
あればっていう感じなんですけど、もうリップも薄かったし、アイラインは全く光らん、もうてか何もしなかった。目は黄色いアイシャドウだけ塗って、あとは何もしなかった。あ、まつげはやってありました。まつげはやったんだけど、アイラインとかこういう下のシャドウとか全くなかったから、大丈夫かなと思ったんですけど、そう、うん、褒めてもらえて嬉しいです。あとめっちゃチークオレンジチークたくさん、濃いめのメイクでした。そう、ひなの大好きなオレンジチークめちゃめちゃ可愛かったよ。ほんと嬉しい、ありがとう、嬉しい。なんかそのアイシャドウが黄色だったんですよ。でもなんか結構可愛かったから、今度やってみたい。普通にプライベートでも黄色いアイシャドウやってみたいなって思いました。可愛かった、黄色のアイシャドウ。イエベだからさ、もうがっつりがっつりイエベメイクで嬉しかったです。基本はメイクさん任せかなんかな、基本というか 100% です。はい、もうな、全く私たちは手出しなし全部メイクさんです。初めてね、そういうね、そういうお仕事をしたことがなくって、初めてだったんですよ、メイクさんにメイクをしていただくの。普段の活動って全て自メイクなんですよ。普段の全てのアイドル活動は全て自メイクなんですけど、まあ、やっぱりグラビアとかそういうものをしてるメンバーは、メンバーっていうかそういうお仕事はやっぱりメイクをしていただけるんですって。まあ、私はあの経験したことがないんですけど、そのメンバーに聞いたところ、やっぱりメイクをしていただけるみたいで、それがすごい憧れだったんですよ。そういうお写真撮るお仕事で、あのプロの方にメイクをしていただくっていうのがすごい憧れだったから、もうめっちゃ楽しかったです。めっちゃ楽しかった。もう化粧水から乳液まで、もうひなはうんって目つぶってるだけで全てやっていただけて、もうすごい楽しかったです。芸能人感、芸能人になったって初めて、すごくあのずっと憧れだったメイクをしてもらうっていうのが皆さんのおかげで経験できましたすごいずっと憧れだったの、そういう撮影のお仕事とかでプロの方に一からメイクをしていただくっていうのがずっと憧れだったんですよそう楽しかった。もうずっと憧れだった。芸能人になったひな。ひな芸能人になりました。もうすっぴんでいって、あとはこうやってうんって目つぶってるだけで全て出来上がった。そう。楽しかったな。すごいやっぱプロの方にやっていただいたら、もうあのベースメイクにめっちゃ感動しました。なんか肌を綺麗に見せるメイクがすっごいね、感動した。本当にめっちゃ肌が綺麗になった、赤ちゃんみたいな肌になりました。プロの方にメイクしていただいたら、もう生まれたてのようなお肌になった。
そう。嬉しかったです。あとすごいひな本当におしゃれなもの大好きだから、もう見えるものが全ておしゃれなんですよ。やっぱりもうビスさんですから、もう人もね、人もおしゃれなんですよ。やっぱりそうやってメイクをしてくださる方もおしゃれですし、なんかこう置いてあるものとか、そのこうかかってる衣装とかもおしゃれなものばかりで、めちゃめちゃテンション上がりました。うん、本当にテンション上がった。すごい楽しかったです。もう目がもう幸せでした。目がもうまず幸せ、見える世界、見える世界がもう可愛かった。すべてそう。これからどんどんファッション誌のお仕事をできるといい。ねえひな、本当にファッション大好きだから、なんかファッション系のお仕事したいです。本当に楽しかった。経験したいな、またまた経験したいです。どうしたら選んでいただけるかな、そういうお仕事に。やっぱ言っていくしかないよね。やっぱりこうやってやりたいって、やりたいって口に出していくことって大事ですよね。でもそれだけでもさ、なんだろう、それだけで選んでいただけるわけではないからな。やっぱ大人の方にそこはヤヒに任せようって思ってもらえるぐらいにならないと。すごい雨降ってきた、また、いいなぁ、グラビアやりたいなぁ、ひなも。いいなぁ、いいなぁ。やりたいなぁ。カッポーさん、そうだ、カッポーさん、グラビアやりたいです。初のグラビアをやらせてください。初のグラビアをやらせてください。どうか一回限りじゃなくたくさんやりたいです。ねえ、雑誌に乗りたい。ひなもすごいね、あのレッスン場にあのメンバーが載った雑誌がいつも置いてあるんですよ。メンバーが乗るたびに、新しい雑誌にこう乗るたびに、その雑誌が付箋が貼って、どこにメンバーが載ってるかっていう、そのページに付箋が貼っていつも置いてあるんですよ。でもうだから本当にそれを見るたびにいいなっていつもすごい、もうね、なんか見たくなくても視界に入るところに置いてあるんです。あ、別に見たくないわけではないんですけど、見たくなくても視界に入るよってぐらい、いつもすごい目に見えるところに置いてあるんですよ。
開いて、いや本当にいつもめっちゃ可愛いメンバーがたくさん乗ってて、あひなもいつかやりたいなって思いつつ、なかなか選んでいただくことができていないんですよね。そうやりたいよ。すごいな、そのさ雑誌の1ページに自分の顔しか載ってないっていうのがもうすごすぎて、そう憧れます。この世界の雑誌の1ページというか、もう1ページならずもう何ページ分を自分しか写ってないみたいな、やっぱグラビアしてる方ってもうそうなってるわけじゃないですか。もうそれがすごい、本当にすごいことじゃないですか。めちゃめちゃがれます。めちゃめちゃねえ、すごいよね本当に。雑誌の1ページに自分しかいないってやばくないですか。しかも1ページならず何ページかぐらいなってたりする。本当にすごい、本当にすごすぎるいいないいな、頑張ります。ひなも選んでいただけるように、選んでいただけるように頑張ります。すごいよね本当に。こんばんは。頑張ります。楽しみにしてて、いつかみんなにそういうお知らせができるように頑張るので待っててくださいぜひでも本当に今回はこうやってね、ビスという、本当にビスさんっていう有名な雑誌さんに、もう皆さんのおかげで本当に乗らせていただくことができるので、いつかは自分からみんなに報告できるように頑張ります。待っててください、ぜひだからやっぱり皆さんに、自分からあと言いつつちょっと皆さんの手を借りることにはなってしまうんですけど、その雑誌とか買った時のアンケートにぜひ私の名前を書いていただけたら嬉しいなと、とっても思います。ああいいなあ、やりたいな。もう本当にビスを経験してより思った、本当にビスを経験してより思いました、やりたいって。いつも書いてるよ、嬉しい、ありがとうございます。本当にね、よろしくお願いします、ぜひあハートありがとうございます。ヤヒコじゃなくモラージヒナタで、そうですねぜひモラージヒナタって書いていただけたら嬉しいです、
んか最近ケーキが食べたくて、ケーキがすっごい甘いケーキが食べたくてなんか聞いてください、これ本当に引かないでくださいね。なんか劇場の冷蔵庫に生クリームが入ってるんですよ、スプレーのスプレータイプの生クリームが入ってて、こないだの公演でそれをコップに入れてスプーンで食べてたらめっちゃメンバーに惹かれましたしかももう一杯じゃなくてもう何杯も食べちゃって、もうめっちゃ惹かれたそのスプレー式の生クリームをこう紙コップにジューって満杯に入れてスプーンでこうやって食べてたんですよ。もう一杯じゃ足りなくて、もう何杯食べたんかな、何杯食べたか分かんないぐらい食べたんですよ。しかも昼夜公演だったから、その昼終わってからと夜の前とかにもほんと1日かけて何杯か食べちゃって、本当に最近太ったなって思ってます最近絶対太った、最近ね体重測ってないもん。どうしよう、今体重測ったらめっちゃ重かったらどうしよう。そうやばくないですか、生クリームをスプーンで食べるっていう、しかも一杯じゃなかった、何杯、5杯は食べた5杯は食べました。やばいよね、本当にやばいことしたって思ってる。でも本当にお腹空いてたの、本当にお腹空いてたし、もう体が甘いものを求めてたから我慢できなかった、許してくださいやばいよね、ことしたよね。でもそう分かっているけど、私はその記憶を今隠滅しようと思って本当にほぼ忘れかけてたけど今思い出したやばい、本当にバカだよね、バカだよ。でももうひな今冷蔵庫に生クリームがあることを知っちゃってるから、次の公演もやっちゃいそうで怖い。絶対もうさ負ける、あの欲との戦いに絶対負けてまた食べちゃう気がする。誰かもうダメ、あれ冷蔵庫に入れとかないで、本当に本当にやめてほしい。もう絶対次の公演でもやっちゃうもん、我慢できない、本当に我慢できない、もうあれば我慢できない、やだやだ。でもダメ、本当に食べたい、本当に食べたい、わなんで生クリームがある、なんかね夏に公演の時になんかかき氷を作ってくださったんですよ。でそのかき氷の上に生クリームをジューってやってくださった時の余りの生クリームがあるんです。そう ダメだ、ひなあったら絶対食べちゃう、ダメだ、もう誰だよ、早く早く私の記憶から隠滅させるかなくしてほしい。本当にダメよダメだよ、それダメだよ本当に期限大丈夫、あ全然大丈夫、期限はねあと2年ぐらいありましたはい、だからひなってこういうのが我慢できないからお家にお菓子とかを置いてないんです。もうそのだから本当に人生の中でお菓子って全然食べないんですよ。でもあったら食べるの。これを聞いてわかるでしょ、ひなが自分のお家にカップラーメンとかお菓子を置いとかない理由が、あったら食べちゃうから、用意しとくと全部食べちゃうから
本当は食べたくても用意しちゃダメなんです。だからそのいつもお家にお菓子とかを用意しといてる家庭の心境が知りたい。どうして我慢できるのか。どうして我慢できるのか。肉はどこからつくタイプ？お尻と太もも。ですね。だから本当にあと顔にももしかしたらヒナつくタイプなんかな。もしかしたらヒナ顔にもちょっとつくタイプかもしれない。なんかずっとお尻と太ももだけだと思ってたけど、なんか顔にもつくタイプかもしれないって最近思ってきた。顔とお尻と太もも。お腹は大丈夫そう。うん、お腹にはあんまりつかないかな。もうとにかくお尻と太ももにめっちゃつく。うん。かな。はあ、どうしよう。さっきメールでも送ったけどさ、あのさ、スタバの新作見た？ひなもう過去一で食べたいんだけど、過去一で食べたいんだけど、飲みたいか。見た？ひなのメール。なんかスタバの新作がなんかトーステッドホワイトチョコレートフラペチーノっていうのが出たらしくて、やばいの、もう見た目もマジで美味しい。なんかホワイトチョコレートでコーティングしたマシュマロとかが乗ってるみたいで、しかももうなんかもうホワイトチョコっていう名前のついてるわけですから、ホワイトチョコ好きにはもう最高ですよ。絶対にひなホワイトチョコ大好きなんですよ。ひなホワイトチョコ大好きなんですよね。だからもうこれは絶対飲まなきゃって思ってるんだけど、絶対当たるよね。もう名前からカロリー高いもん。名前からカロリー高いもん。うんうん。あー、美味しそう。美味しそうすぎる。これはもう絶対飲まなきゃって思ってる。これ絶対美味しいよ。これ絶対美味しい。変な過去一で飲みたいもん。これ絶対にさ限定品にしない方がいいと思うんだけど。これ絶対限定品にするべきじゃないって。絶対限定品にするべきじゃない。絶対限定品にするべきじゃない。うん。絶対。うんうん。いやー飲みたい。もうみんな本当に今もうすごいケーキとかクレープとかそういう甘いものが食べたい。あとなんかマカロンの食べ放題したい。
マカロンの食べ放題したいです。マカロンひな一生食べ続けられる自信があるんだけど、マカロンの食べ放題したらもう絶対優勝だわひなも。こんばんは。甘いもの食べたい。わあ、焼肉のギフトありがとうございます。お肉もいいね、お肉もね、お肉もいいよね、お肉いい、お肉もいいな、お肉食べたいな。お肉見たらお肉も食べたくなってきた。なんかご飯系食べて甘いもの食べて、ご飯系食べて甘いもの食べてを繰り返したい。あ、で途中でちょっとしょっぱいものも入れて、最高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 。それ最高すぎる。ピスタチオのマカロン美味しかったね。そうなんです、ひな本当にピスタチオのマカロンが大好き。ピスタチオ味のマカロンが本当に好きなんです。美味しいよね、美味しいよね。なんかピスタチオ味のマカロンに出会ってからピスタチオ味のものが好きになった。しかも最近ピスタチオ味流行ってるじゃないですか。最近結構いろんなものにピスタチオ使われてて、最近流行ってて遅いな気づくのって思ってるところでした。ひなはすごいピスタチオのマカロンに出会ってからピスタチオの素晴らしさに気づいて、もっとピスタチオ味のもの、あ、たくさん売ればいいのになってずっと思ってたから、やっと気づいたみたいです。やっと気づきました、世間が。冗談、でも本当に嬉しい、冗談ですけど本当に嬉しいです。最近ピスタチオ味のいろんなものが出てきて。レインボースターありがとうございます。すごい最近急に流行りだしたよね、ピスタチオ味。すごい最近じゃない、なんかコンビニのスイーツとかも今までなかったのにさ、ピスタチオ味のなんかプリンとかさ出ててさね、急に流行ったよね最近ピスタチオが。花束ありがとうございます。半年前くらい、え、半年前ってめっちゃ最近じゃないですか。え、ひなの最近とみんなの最近感覚違います。違いますか。最近じゃん、最近だよ。最近急にやり始めた。だって今までさコンビニとかでさピスタチオの味のスイーツなんて置いてなかったじゃん。最近の基準よ、うん、なんて言うんだろう、個人的にそのピスタチオの良さに気づいたのは3年前なんですよ。それが昔として個人的最近だ、最近よ、だって半年前なんてもう一瞬だよ、
一瞬よ、半年前なんて。めっちゃ最近、急に、だから急に流行りだしたわけじゃないですか。それで最近もさ、もうダメだね、最近っていう言葉使ったらどこから最近が分かんなくない？ここ最近ここ最近もさ、ここ最近もまだまだずっと流行ってて、コンビニとかパン屋さんとかでもルーラパンさんもピスタチオ味のマリトッツォ作ってたし、そう、だから本当にすごい流行りだしたよね。なんでこんなに流行ったんだろう。やっぱ出してみたらさ、すごい売れたのかな。出してみたらすごい売れたんですかね。いやでも本当美味しいもんね、ピスタチオ味って。ピスタチオ味の何か、うん、でも個人的にいろいろ食べたけど、アイスとかもあっていろいろ食べたけど、やっぱりマカロンが一番美味しい。マカロンのピスタチオが一番美味しい。最高最高です、本当に。ピスタチオ自体食べたことはなさそう。ありますよ、もちろんあります、あります。でもひなはそのピスタチオ自体食べるのももちろん美味しいんだけど、ピスタチオ味の何かの方が個人的には好きですねでもピスタチオ自体で食べるのもめっちゃ好き。諸橋家ってさ、いや諸橋家っていうかひなのママってさ、めっちゃ豆食べさせてくるんよ。だからすごいダイエットしようとするとかなるとめっちゃ豆食べさせてくるからさめっちゃピスタチオ、でもピスタチオが豆の中では結構一番好きかも。うん、一番好きですね。いろいろあるじゃん豆って。あとなんだっけ、なんかナッツなんだっけ、なんだっけな、なんか白いやつ好き名前わかんない、白いやつ好きです。あとあとあれ好きなんだよね、あのちょっとまた豆とは違ってくるかもしれないんですけど、ジャイアントコーンってやつわかる？みんなジャイアントコーン、なんか塩っぽいので味付けされてるやつ、ブラックペッパーとか塩とかで味付けされてる、めっちゃ歯ごたえが強いジャイアントコーンっていうコーン大好きなの。めっちゃ好きあれ。あれのブラックペッパーがかかってるやつ本当に大好きあ、そう、豆じゃないです、豆じゃなくてコーンの話になるんですけど、ひなが本当にそれ大好きで、すっごい好き好き、みんなそう、ちょっと豆の話から離れるんですけど、豆の話から離れてしまうんですけど、これがめっちゃ好きなんだよね。でも結構高くないですかすごい、だからいつも買うか迷うけど、ジャイアントコーンめっちゃ好き。業務
務スーパーさん、あー業務スーパーさんでも確かに売ってそう、売ってるか、絶対売ってるよね、大袋で。業務スーパーで食べたこと、買ったことない。確かに売ってそう、業務用スーパーに大袋で売ってそう。からしマヨ味、そんな味あんの、食べてみたい、美味しそう、食べてみたい、絶対美味しいやつやん。たまに胡椒固まってるのがいい、いやほんとそう、もう胡椒ありきなんです個人的には。コストコ、あ確かにコストコにもありそう。ひながねいつも買うのはなんていうの、業務用スーパーとかでもないけど、なんだろうな、なんか結構その外国のお菓子とかがたくさん売ってたりするお店とかで買いますよく。確かにコストコとかにさめっちゃお得なの売ってそう、大袋で。食べたい、大好き、ジャイアントコーン、ジャイアントコーン大好き。あそうカルディさんとかね、そうそうそう、そういうなんか外国系のお菓子が売ってるところ、そうそう大好き。あとありがとうございますね。今日ってめっちゃほっぺが気持ちよくなる日なんだよ、知ってた？みんなも触ってみ、今日のなんか気温の問題なのか、今日はすごいほっぺがめちゃめちゃ気持ちよくなる日でした。だから一日中ほっぺ触ってる今日。多分部屋の温度とかの関係なんだろうな、多分手がさ、手があったかくなってるからそのほっぺが冷たくなってて、その触った時の温度がめっちゃ気持ちいい。うんうん。しかもこう手のひらで触るんじゃなくてこの裏とかで触るとね、その手のひらってちょっとさ裏より暖かいじゃん、だからこっちの方が今日は温度が感じられる気がする。お腹すいたな、食べ物の話したら食べ物の話したらめっちゃお腹すきました。あらあらあら、お腹すいた。みんな今日何食べたんですか？とちおの油揚げつまみにしてます。うわいいな、とちおの油揚げ最高ですな、最高ですね、最高ですね。なんかとちおがあの撮影をさせていただいた時にとちおの油揚げをいただいたんですよ。で結構いろんな味付けでいただいたんですけど、
私キムチの味付けみたいなソースで食べたとちおの油揚げがめっちゃ美味しくて、そのとちおの油揚げ自体もめっちゃ美味しいんだけど、そのキムチのタレっていうのかな、ソースみたいなもので一緒に食べたとちおの油揚げが本当に美味しくて、マジで美味しくて、みんなに激激おすすめしたい。とちおの油揚げ自体もうまいんだけど、そこにそのキムチの味で食べるのが本当に美味しかった、本当に美味しかったです。おすすめ。個人的にもう一番美味しかった、やってみてください。やってみてくださいっていうか、てかもうあのぜひもう食べに行ってみてくださいっていう感じですね。もうそこのもうとちおの油揚げがもう本当に美味しい、本当に美味しかったです。食べたい。いいな。ローストビーフいいな。ローストビーフ作りたい。ローストビーフ作りたい。美味しそう。今度パパにローストビーフ作ってって言ってみようかな。簡単にできないのかな。ローストビーフいいな。肉肉肉じゃがりことビール。わあじゃがりこいいな。羨ましい。焼きうどん最高だ。それ焼きうどん食べたい。めっちゃ昨日めっちゃ焼きうどん食べたい、食べたかったなんか昨日すっごい焼きうどん食べたかったです。謎にたまにめっちゃ食べたくなる時あるよね、焼きうどん。白髪ネギ丼。え？何？超うまいんだが。もう名前が美味しい。白髪ネギっていうもう言葉がまず天才だし、それをドンって。最高やんけ。いいなあ、お腹すいた。プリンしか食べてない。そうなの？お腹すかない？お腹すかないんですか？昼焼きうどん、うわーいいな。焼きうどんって超いいよね。お昼唐揚げ弁当、うわ最高すぎる最高すぎる。それはもう最高。グラタン食べました。いいな、もう追いチーズして食べたい追いチーズして食べたいです。今いくら丼食べてます。こんな時間にいくら丼贅沢、いいなぁ。わぁ、いいな。うわぁ、いいな。なんか、この間、なんか、いくら丼、鮭も乗ったいくら丼みたいな。鮭も乗ったいくら丼みたいなものを食べたんですけど、ガチ美味しかった。めっちゃ美味しかった。めちゃめちゃ美味しかったです。なんかさ、都会のさお店でさ、よいしょよいしょってやってやるいくら丼あるじゃないですかわかるよく TikTok で流れてくるやつ、よいしょよいしょよいしょって店員さんというかそのさ盛る方がいてさよいしょよいしょ言いながらいくら乗せていくやつ
あれめっちゃ食べてみたい。あれ絶対美味しいっしょ。あれ絶対美味しいよ。そうそう、こぼれまくってるやつ。よいしょよいしょよいしょっていっぱいずつ入れてってくれる、目の前で。よく TikTok で出てくるけど、めっちゃ美味しそう、めっちゃ美味しそう。絶対美味しいよね。あ、北海道なんだ。まあそうか、北海道か、そういうのって。え、北海道だっけ、イクラが、お魚が釣れる場所って。北海道だっけ。あ、そうか、東京って海ないっけ、東京って海ないっけ、ないか。あれ、どこでさ、どこがさ一番さお魚釣れるところで有名なの。え、東京って海あんの、やば、マジで言ってる、東京って海あんの。あれ、東京って日本の真ん中じゃないの、東京って日本の真ん中じゃないの。嘘でしょ、嘘、東京海あんの、どこ、東京。違う違う、東京日本地図。え、東京って、え、おお、ギリギリくっついてる、海が。本当だ、東京って真ん中じゃないんだ。本当だ、ちょっとちょっと海あるじゃん、東京にも。ちょっと海あるね。すいませんでした。すいませんでした、東京に海ありました。あるんだね。そうでした、そうでした、忘れてた忘れてた。忘れてた忘れてた、そうそうそう、忘れてた忘れてた。忘れてただけですよ、そうそう、ちょっと忘れちゃってただけです。そう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 、うんうん、忘れてたなら仕方ないですね。そうそう、ごめんねごめんね、ちょっとちょっと忘れちゃってた。だけだけ。うんうん、そう。そう、そのよいしょよいしょのいくら丼が食べたいよっていうお話でした。よいしょよいしょのいくら丼が食べたいなーって思ってました。そう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 。あ、嬉しい、ショールーム8周年ギフトありがとうございます。ありがとうございます。ましますます、前レナさんが配信でやってた、ほんのちょっぴりこぼして、えー、いいなーいいなー、いくら丼食べたい、いくら丼食べたい。だからよいしょよいしょやりたいの。よいしょよいしょやりたいんです。やりたい。
よいしょよいしょ。ひな、あと夢があって、もう一つ、もう一つの夢は一蘭っていうラーメン屋さんに行くこと一蘭っていうラーメン屋さんに行って豚骨ラーメンを食べることが夢です。新潟県に1軒ぐらいできたら絶対人気出るのに、なんで作らないんだろうなんで作らないんだろう、なんでなんで、絶対新潟県にさできたらめっちゃ人気店になるよね。ひなだったら絶対に新潟に作る、何店もあれば作らないけど、新潟に一つもないっていうのならば絶対作ったらいいのに。行ってみたいです、一蘭。美味しそうだよね。ひなもさ、やっぱさ、もうやっぱ YouTuber さんとか結構やっぱ動画でめっちゃ一蘭さん行ってるからさ、すごいその動画見るたびに行ってみたい。でも一人で、ああそういうことね。あれですよね、なんか店員さんもさ顔見せないようにしてるんでしょ。すごいよねあれ。店員さん横向いて礼するんでしょ。店員さんラーメン出して、これみんなが食べる側の人だったらこうやって普通礼するけど、こうやって礼するんでしょ店員さんおもろいね見てみたい、見てみたい。 TikTok で流れてきた、すごいと思って、徹底してるんだって思ってうんうん、人見知りの人でもバイトできそう人見知りの人でもバイトできそう。ひなみたいな人見知りでもバイトできそう。いいなぁ、すごい一蘭に行くこと夢です。まず自分でさ、なんか好きなようになんかさアンケートみたいなのするんでしょ。すごいすごいすごい、うんうん、行ってみたい、いつかいつか行ってみたいですいいなあ。あとなんだろうな、憧れは、ああとなんかそういうオムライス、オムライスさ、すっごいもうプルプルのプリンみたいなオムライスでさ、スッてスッてナイフ通してピョッみたいな、それの結構有名店に行ってみたいもうプリンみたいなプルプルのオムライスにスッてナイフで線入れてファッて、それもめっちゃ食べてみたいですね。これも結構憧れです、憧れやっぱ TikTok で流行ったりしてるもの全部憧れちゃう、いいなーってえー、対面券、対面券っていうお店、うーん、食べてみたい、めっちゃ美味しそう。
ちゃ美味しそう。いいなあ。あとひな、これずっと、まあ、これはもう頑張れば新潟でも入手できるものなんですけど、あとこれはもう料理じゃなくなるんですけど、もうずっと食べたいと思ってるものあって、地球グミ地球グミ食べたい、もうずっと思ってるのにまだ一回も食べれてないね。地球グミ地球グミっていうなんか青い丸いグミがあるんですよ。もうそれがもう TikTok で激バズりして、でも高いんですよ。そう、あおちゃん食べてた、あおちゃん食べてました。だから今度あおちゃんに味聞きたいなって思ってるんだけど、なんか食べたいと思いつつめっちゃ高いんよ高いし、まだひなは新潟で売ってるのに出会ったことがないまだ新潟で売ってるのに出会ったことないですまあ新潟市の方だったら売ってんのかな、もしかしたら。あおも食べてたし、でも出会ってない私はまだ。もう地球グミが本当に食べたいの、食べたい食べてみたいんです。もう激激バズりしたんですよ TikTok で、うん、ねえ、どこで買ったのか王に聞いてみよう。ドンキにあんの？じゃあめっちゃ簡単に入手できるじゃないですか。でも高いんだよな。それでめちゃめちゃお口に合わなかったらもったいないでも本当に食べてみたいあとはチーズボール、チーズボール食べてみたい。もうチーズボールはもう一生の憧れ。本場のチーズボールが食べたいです。韓国の本場のチーズボールが食べたいもう憧れの食べ物たくさんある憧れの食べ物たくさんありますそう、なんかあの本場のあのやっぱなんかチーズボール結構なんかネットで調べれば作ろうと思えば作ったりもできるわけですよ。でもやっぱり本場のとは違うんだよね。なんかやっぱ本場の韓国の方が食べてるチーズボールをぜひ見ていただきたいんですけど、なんかもう噛む音がまず違うんですよ。なんかカリシュワみたいな、違う、食感がシュワッとしてるわけじゃなくて、なんか油がジュワッと出てきつつシュワみたいな、わかるかな、すごいんだよ本当に。もうね、見たら絶対わかる。そう、カリ、周りはカリなんだけどシュワジュワみたいな、シュワジュワみたいな、マジで美味しそう。そう、マジで美味しそうなの。そう、カリシュワジュワみたいな、シュワってどういうことって思われると思うんだけど、見てみたらわかる、あ、そういうことねっていう、なんか油のあふれる感じとともにそのシュワわかるかな本当に美味しい。いや食べたことないんだけど食べたことないんだけど、もう見てるだけで美味しいです。まあね、新大久保にも売ってるとは思うんだけど、本場のが食べてみたいです。もちろん新大久保で食べられたら先にそこで食べたいけど、やっぱりいつかは本場のが食べたいなってすごい思いますね。新大久保行ったことありますよ。あります、あります。
握手会が結構あった時はめっちゃ行ってました。ひな、ほんと新大久保大好き、もう新大久保が大好きすぎて、もうやばい好き、ほんとに大好き新大久保いいよね、もう大好き、ほんとにで食べたことないですよ、ないない。焼肉のタレありがとうございます。ロッテリアのチーズスティックいいな、いいなね、ロッテリア、ロッテリアのチーズスティックめっちゃ食べたい、いいな。ロッテリアって何県にあるんですか。でも新潟に一つあるんだっけ。でも出会ったことないロッテリアにロッテリアに出会ったことがない新潟に一つあってもそんな出会う機会ないからなあ。他の新潟以外の東京とかって普通にあるんですか。ロッテリア、ロッテリアって東京には普通に結構いろんなところにある感じですか。いいなぁ、チーズスティックめっちゃ食べたい。チーズスティックも、チーズスティックも本場のやつがいつか食べてみたいんですよ。本場のチーズスティック食べてる動画見たことある？やばいよ、もうやばいよ、本当に泣けてくる、泣けてくるいいなぁ、行ってみたいなぁ。あとなんか最近久しぶりにタピオカ飲みたいなって思ってる。そう久しぶりにタピオカ飲みたいなって思ってます。最近はもう本当にいろんなタピオカ店がねどんどんなくなってきちゃったんだけど、駅前にできたタピオカのお店もなくなったし、タピオカ飲みたいな。うんうん、あーお腹すいたな、韓国料理食べたい。何時まで配信？今日は10時半までですね。もうもうちょい、あっという間にこんな時間になってしまった。わあ、もうほんと食べ物の話しかしてない今日の配信。本当にお腹すきました。この配信終わったらいつも通り冷蔵庫を漁るけど何もなくて結局諦めるっていう私の未来が見えましたそう、いつももしかしたら何かあるかもしれないっていう希望で冷蔵庫を漁るんですけど何にもなくて諦めてお水飲んで、それでそれでも我慢できない時はもうすごい本当に冷凍庫とか掘り、もしかして掘ってみたら何かアイスが一本落ちてるかもしれないっていう思ってもう一回冷凍庫冷蔵庫開けていろいろ探りますでもたまにあるのよ、たまにずっと気づかれてなかった一本落ちたアイスが落ちてる時あるの。もう神様からのプレゼントですよね、その時は本当にあるんだよ、たまーに、たまーにね、冷
どこで落ちてる一本のアイスが。そう、棒アイスにありがち。そうそうそう、そうなんですよ。ないかなないかな。あると思ってたアイスなかった時はショック。いや、それはショック、それはショック。めっちゃないと思っててあったアイスはもう最高だけどね。でもあると思ってたのになかったらもう泣いちゃう、絶望。はい、ということで今日の配信はこれで終わりにしたいと思います。お腹すいたよ、お腹すきました。ではランキングを読みます。うんうん、いきます。13位、 F 健さん、ありがとうございます。12位、ゆうとさん、ありがとうございます。11位、やひこのかぜさん、ありがとうございます。10位、すいばらの赤 T さん、ありがとうございます。9位、ととちゃんさん、ありがとうございます。8位、犬さん、ありがとうございます。7位、たけるんさん、ありがとうございます。6位、ましおさん、ありがとうございます。5位、 ARK さん、ありがとうございます。4位、やまぐーさん、ありがとうございます。3位、やっきーさん、ありがとうございます。2位、やまさん、ありがとうございます。第1位、わーくんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。明日はですね、朝7時から7時半に配信したいと思います。明日はお昼はなしで朝7時から7時半です。よろしくお願いします。では皆さん、おしゃべり会の受付が行われていますので、ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。では今日も一日お疲れ様でした。また明日、明日の朝は7時からです。おやすみなさい、バイバイ。ありがとうね、今日もお疲れ様でした。今日も一日ありがとうございました。おやすみ、また明日ね。ありがとうございました、バイバイ。ありがとう、おやすみなさい。